弁天町駅前交差点の立体交差上段、中央台2と、並行して、阪神高速16号大阪高線及び、大阪メトロ中央線下段、国道43号と、並行して、阪神高速17号西大阪線、阪神高速17号西大阪線は、大阪府大阪市の南海 JCT から安治川出入口へ至る、阪神高速道路の路線である。 前線が国道43号の内側にあり、その有料部分という側面が強い。また、この区間だけを利用する場合には、特定区間料金となる。この路線が1号環状線から独立した構造になっているのはかつて計画されていた第二環状線の一部であるためである。なお、大阪市港区では16号大阪港線と弁天町で入り口付近で、 立体交差しているが、ジャンクションなどによって、接続はしていない。大阪市道高速道路西大阪線24時間、交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。